今日は私が食べたいものを気分で選びました。今日はね、以前にも食べたワッフル大学の生クリームたっぷりのワッフルの違う味をいろいろ注文していました。ちょっとあれまた久しぶりに食べたいなと思って、なんかいろいろと、生クリーム別できた？あ、そっか。違う。別できたんじゃないわ。これ追加だ。私追加したんですね。いっぱい入れてくれるのかなと思って。そしたら別できちゃった。うわ、まさかの。あ、こっちも別で来るんだ。このチョコチップとオレオ。もう早速盛り付けします。もう偉そうに盛り付けとか言ってるけど、乗せるだけです。おぉ、いちごジャムがすごい。はい、で、ドリンクは最近お気に入りのアイスティーです。はい、セッティングできました。今回注文したのが、お店はこの前と同じなんですけど違う種類ばっかり。こっちからクランチイタリージェムワッフル、クランチイチゴジャムワッフル、パスノーワッフル、あんこのスノーワッフルで、ホドコグマワッフル、くるみさつまいもワッフルで、そこにね、生クリームとこのオレオとチョコチップも追加したんで、まぁ、ちょっとつけながらでもいいし食べようかなと思います。じゃあ食べていきます。いただきます。まずじゃあちょっと子熊からいきたい。ホドコグマワッフル。はい、こんな感じでちょっと見た目は生クリームとくるみのつぶつぶがついてますけど、はい、そこにね、あの中にさつまいもが入ってるそうです。さつまいもフィーリング。すごい、こんなの食べるよ。あー、おいしい。めちゃくちゃ優しいさつまいものあんがうわ、これちょっと割ってみせたいな、中。はい、ちょっと割りました。こんな感じ。どう、さつまいも見える？見えるね。上にさつまいものあんがついてます。めっちゃ美味しい、これ。うん、あー、美味しい。前のね、果物系バナナとかイチゴとかも美味しかったけど、これさつまいものあんすごい美味しい。うん、生クリーム追加したけど絶対いらないじゃん。こんなに入ってるのに。うん、うまい。なあ、さつまいもと生クリームの組み合わせめっちゃ合う。はい、じゃあ次ね、小豆スノーワッフルです。ちょっとね、こっち見たら小豆がよく見える。はい、ちょっと乗ってますね。うわー、すごいすごいすごい。うわー、これいいわ。うわー、美味しそう。練乳かかってる。あ、なんかちょっとパッピンスっぽい、あの韓国のかき氷ですね、パッピンス。うん、濃い組み合わせです。うん、これさ、個人的にちょっとオレオとかチョコチップ絶対合うと思う。ちょっとつけたいな。このじゃあオレオをつけてみます。うわ、ほら、うまっ、めっちゃ合う。しかも生クリームにしっかりついてくれるし。
ョコチップ、うわぁおいしい。これオレオのが合うな。生クリームが、うわうわうわ、うん、おいしい。これあ、これさつまいものやつもオレオつけて食べたらよかったな。最後これもう生クリーム、ごめんなさい、これもうつける必要がない、めちゃくちゃ生クリームすごい、クランチタビジェムワッフル、これちょっと切ろう、ちょっと半分クマさんに置いといて、ちょっと半分だけ食べます。ちょっと見せる前に切っちゃったけど、こんな感じになってます。中が見せるっていいですね。うん、ベジバーだ。あの韓国の人気のいちごとクランチと生クリームバニラの組み合わせ、ちょっと残りクマさんに、はい、食べ終わりました。ちょっと生クリームが追加はね絶対必要ない、あのもう十分入ってる量で十分、いやね、めちゃくちゃ美味しかったです。やっぱりあの前回食べた果物系とはまたちょっと違って、私個人的に食べやすさも美味しさも全部含めて総合的に言うと、このさつまいも、ホドゥコグマパワフル、これが一番美味しかったかも。くるみはちょっとちょこちょこ外についてるだけなんで、まあそんなになんですけど、さつまいものね、このあんがすっごい美味しかった。生クリームとの相性が抜群で、まあね、こういうのは追加してもいいかも。このオレオとチョコチップつけながらね、特にオレオがおすすめ。チョコチップちょっとでっかいからね、なかなかつきにくいし、なんかザクザクでオレオの方が美味しいかも。まあアイス入ったのとかもあるんで、ぜひねチェックしてみてください。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。サムネ。いただきます。